はい、本日ですね、令和元年8月5日月曜日です。時間は19時15分を少し過ぎたところです。はい。はい、ですね、ただいま埼玉県はですね、浦和の埼玉市のですね、浦和にあるテレビ埼玉のですね、番組控室というか、まあ役員会議室をですね、控室として使っているようです。現在ですね、私、浜田聡、埼玉県知事選挙の候補者としてですね、8時からですね、まあ、埼玉県知事選挙の候補者によるテレビ討論会というのがあってですね、まあ、それに参加予定であります。で、まあ、その控室から現在撮影させていただいております。まあ、いろいろとですね、まあ、先ほど担当者の方が来てですね、いろいろ説明を受けておりました。まあ、こんな感じで、食事、飲み物とか、まあ、食事を用意していただいてですね、まあ、あとはこんなフリップですね、これも番組で使うということです。まあ、このフリップはですね、現在の埼玉県のイメージを書いてくださいと。で、それに対して、まあ、それをですね、あなたが知事としてそれをどう変えていくのかっていうことを公約と交えてお話ししてくださいっていうことです。2分ぐらいでですね、まとめてお話ししてくださいということでしたので、まあ、今ですね、いろいろ考えて、まあ、頭を巡らせているところです。まあ、ちょっとね、よくよく考えるとテレビ撮影というのは、まあ、一応ね、参議院選挙の政見放送の時もそうだったんですけど、まあ、あれはね、1分程度でした。今回は50分から55分ぐらいの番組ですので、なかなか緊張しているところであります。まあ、いろいろとですね、どんなこと話そうかなとかいうことをですね、まあ、こんな、まあ、いつものメモ帳に書き残したりしながら考えておりまして、まあ、とりあえず頑張ります。はい。まあ、テレビ埼玉の方はですね、方からはですね、まあ、こんなすごく大きな控え室の方をですね、用意していただいて、ということです。はい。というわけで、まあ、ちょっとね、緊張もしてますけど、とりあえず頑張ります。というわけで、埼玉県知事選挙に勝って NHK をぶっ壊す。